돈 갚으세요. 우리 가격부터 물어내세요. 안녕하세요. 타옹입니다. 오늘은 사냥개들, 猟犬たちという 의미 ですね. 블러드하운드 から 한국어 勉強してみましょう. 돈 갚으세요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 . 의미와 오카네오 카에시테 구다사이. お金を返済してくださいという意味ですね。この買ったという言葉が、返すとか返済するという意味、またはこう報いるという意味としても使われていまして、お金ときて、お金を返すという意味のトンネル買った以外にも、例えば恩返しをするという表現もよく使われています。うねる買った、うねる買った、一緒に覚えておいてください。우리가격부터물어내세요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 。はい、意味は、うちのお店から弁償してくださいと言っていますね。はい、この물어내다という言葉が弁償をするという意味で、弁償という漢字の漢字語で言いますと、변상하다、類義語として변상하다とも言います。물어내다と변상하다は同じ意味の類義語ですよ。물어내다、변상하다。でこの변상하다、물어내다を辞書でちょっと調べてみますと、남에게입힌손해를돈으로갚거나본래의상태로되돌려주다と書いてあります。他人に及ぼした損害をお金で返したり、本来の状態に戻してあげるっていうふうに書いてあります。こうやって辞書をちょっと調べてみてもかなりいい勉強になると思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。돈갚으세요。우리가격부터물어내세요。本日のレッスンが良かったなと思う皆様、ぜひいいね押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。アンニャー。